今回は上体起こしができない方でも簡単に腹筋を鍛えることができるトレーニング法をご紹介します。この腹筋トレーニングでぽっこりお腹を改善してくびれのある引き締まったウエストを目指しましょう。まずはストレッチで体をほぐしていきましょう。仰向けの状態になります。両膝を抱えて胸に近づけます。このまま自然な呼吸で30秒キープします。続けて両膝を立てた状態から両手を横に開きます。両膝を右側に倒し、顔を左に向けます。30秒キープしましょう。上体起こしができない原因の一つに背中や腰回り、ももの裏側など体の裏側の筋肉が凝り固まっていることが挙げられますので、よくほぐしていきましょう。続けて反対側も同様に行います。このまま自然な呼吸をキープします。最後に腹式呼吸をします。両手をお腹の上に置き、息を吸って吐きながらおへそを背中の方に近づけるイメージでお腹をへこませます。この呼吸を5回繰り返しましょう。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて。まずタオルを使って腹直筋のトレーニングです。ゆっくりと仰向けになります。フェイスタオルの端を持ち、頭の後ろにタオルを回します。タオルを持ったままおへそを覗き込むように上体を起こします。息を吐きながら上体を起こし、吸いながら戻します。この動作を10回行います。顎の下に卵一つ分ぐらいのスペースを空けて、おへそを覗き込むように上体を起こしていきます。できる限り反動を使わずに動作をゆっくりと行います。肩や首に力が入らないように気をつけていきましょう。この動作を2セット繰り返しましょう。次に腹直筋から腹斜筋までを鍛えていきましょう。ぽっこりお腹の改善におすすめです。それでは仰向けの状態になります。手は体の横に置きましょう。頭は床につけたまま、膝を胸に近づけるように片足ずつ交互に上げます。息を吐いて足を上げ、吸って戻します。交互に10回繰り返していきましょう。1 2 1 2、このように1回1回丁寧に足の上げ下ろしを行います。足を上げる際にはお尻が床から離れないように、また腰が反らないようにしましょう。今
度は両足を揃えて両足を一緒に上げましょう。10回繰り返します。それでは両足を上げて下ろします。息を吐いて上げて吸って戻します。足を上げる際にはかかとを床に軽くタッチしていきます。息を吐いて吸いましょう。この動きも腰が反らないようにおへそを背中の方にグッと引き寄せるようなイメージで行います。さらにツイストです。では頭に添え、まずは右の肘と左の膝を近づけます。ゆっくり戻したら今度は反対です。左肘と右膝を近づけます。息を吐きながらねじり吸って戻します。この動きを交互に20回繰り返していきます。顔と胸をしっかりと右と左に向けるようにねじります。肩や首に力が入らないようにしましょう。さあ呼吸を続けます。息を吐いて吸って吐いて吸って。最後に横隔膜や骨盤底筋、腹横筋などのインナーマッスルをトータルに鍛えていきます。では両肘を床につき、片足ずつ足を伸ばし両足を揃えます。頭からかかとまでを一直線に保ちます。頭が下がらないように目線をやや前方に、自然な呼吸を続けていきます。このまま30秒キープします。きつい方は両膝をついてこのまま行っていただいて結構です。頭が下がってお尻が上がりすぎたり、お腹が落ちないようコアを意識して一直線をキープします。さらに余裕のある方は片足を軽く床から離していきます。しばらくしたら途中で足を入れ替えていただいても結構です。続いて横向きになります。肘を肩の真下につけます。足を前後に開き、頭から足先までを一直線になるようにします。右手を腰に置いて腰をゆっくりと上げて下ろします。きつい方は膝を曲げてやっていただいて構いません。息を吐いて腰を上げ吸って戻します。この動作を10回繰り返します。体が傾いたりまたはくの字にならないように一直線をキープして動きを繰り返します。頭が下がらないように注意しましょう。それでは反対側も行います。肘をつき足を前後に開いて伸ばします。左手を腰に置いて腰をゆっくりと持ち上げてゆっくりと下ろします。息を吐いて吸って下ろします。動きを繰り返していきましょう。胴体全体を鍛えることで筋肉がコルセットのようにウエスト周りを引き締めてくれます。息を吐いて動きを続けます。いかがでしたか？この腹筋トレーニングは腰への負担が少ないので腰痛が気になる方にもおすすめです。
腹筋を鍛えるトレーニングって辛いイメージがあったんですけれども、これなら気軽に続けられるなと思いました。そうですね、続けることが大切ですので、毎日テレビを見ながらでも行ってみてくださいね。